川田芳子は、大正、昭和期の女優である。日本映画創造期の人気女優である。映画、洋服五人女宣伝用写真から。左から、栗島澄子、松井千恵子、川田芳子、筑波幸子、竜作子川田芳子、1919年頃1895年10月17日、新潟市の花町、小町に踊りの師匠の娘として生まれた。11歳の時、 一家で上京し、藤間館王に指示した。新橋から芸儀になった後、川上貞役子に預けられ、川上義子の芸名で、貞役子一座の八県殿隅田の功労で初舞台を踏んだ。以降、貞役子と行動を共にし、新派の舞台で活躍した。小竹の新派などを経て、1920年、その美貌を買われて、創立早々の小竹蒲田撮影所に、 スターとして迎えられる。同年、ヘンリー、小谷監督の島の女に主演、スター女優の第一号となった。当時の人気俳優モログチ19とコンビを、組共演作を次々と発表。この二人の人気は、栗島澄子、岩田祐吉のコンビと並んで、松竹蒲田のドル箱コンビだった。モダンな、花々しさが魅力の栗島とは、 対照的に、純日本的な、しとやかさを魅力に、日本的でおとなしいもののシーンは、しっかりした、女性像を演じて、人気を得、栗島、さつきのぶこと並ぶ初期の松竹かまたの、看板女優として活躍した。過去山無監督の作品の常連だったが、過去が松竹を退社した後は、野村かおる監督に徴用され、 当時のベストセラーの鶴見祐介の原作を映画化した1929年の野村監督の母では万人の涙を誘った。また、清水次郎長などでは、勝見洋太郎と共演。1923年、関東大震災により撮影所が下鴨に移るが、翌年蒲田に戻り、蒲田もそれに準じた。その後、諸口とのコンビで、 赤坂真中などに主演したほか、主に時代劇で活躍した。1929年には、栗島、岩田雄吉、藤野秀夫らと共に大幹部に昇進した。1930年以降は、母親役で活躍したが、1935年に、送別映画、母の愛を最後に映画界を引退した。引退後は、日本舞踊資産流の名取りなどを務め、 ンパの舞台に出演したり戦後に一時、金の鳴る丘や、秘伝模様などの映画に出演したこともあったが、その後は、幼女と二人で、ひっそりと暮らしていた。晩年はその幼女にも先立たれ、最後は、草加市のアパートで一人で迎えた。1970年3月23日、心臓麻痺により死去。74歳没。一体は翌日、 アパートの親によって発見された。ありがとうございます。